スプリングフィールド XD は、クロアチアで設計、製造され、アメリカのスプリングフィールドアーモリー社が販売している、半自動拳銃。本家の HS2000 オリジナルの HS2000、拳銃は1990年代後半に登場し、クロアチアの軍や警察に、正式拳銃として採用された。その後、アメリカに、現地法人を設立して、販売を始める。 HS 自体は無名だったものの、少しずつ売れ行きは伸び始め、それに注目したスプリングフィールドアーモリー社がアメリカでのブランディングと販売を受託することになった。2002年に HS2000 は XD という名を与えられて販売を開始した。様々な後継とモデルの開発を進めた結果、重心を延長したタクティカルやコンシールド向けのサブコンパクトが登場する。 2006年には45段を使用するモデルが登場し、アメリカ市場での人気を決定的なものとした。ストライカーによる激発方式やポリマーフレーム、トリガーセーフティー、フレーム下部のマウントレールなどは明らかにグロックの影響を受けているものの、グリップセーフティーやアンビのマガジンキャッチなどの保守的な面もあり、より手堅くまとめたデザインと言える。グロックで大きく進んだ。 樹脂製部品の多様をあえて抑え、前後のサイトと断層は、スチール製とし、薬室に実砲が装填されていることを示す、ローリングインディケーターと、ストライカーが激発の位置にあることを示す、コッキングインディケーターが設けられている。また、ストライカーの不意な前進を防ぐ、ファイアリングピンブロックも、標準装備している。トリガーメカニズムは、 古典的とも言えるシングルアクションだが、トリガーストロークを長くすることとグリップセーフティーにより、視野をブロックすることで安全性を確保している。重本体のサイズや使用する弾薬によっていくつかのバリエーションがある。XDM4.52009 年のショットショーにおいて発表された最新モデル。もともと XD はクロアチアの HS2000 をほぼそのままの形で販売し、 好調なセールスを記録していたが、アメリカの巨大な重機市場に置かれるうちに、様々な意見が寄せられた。そこで、スプリングフィールド社は、これまで、自社の技術を用い、大幅な改良を加えたのが、XDM である。XD の欠点を改良するというより、デザインからして大きく一新されており、よりスマートな印象を受ける。マウントレールの横溝を2つから3つに増やし、 リアサイトをノバックタイプに変更。グリップのフィンガーチャンネルもより握りやすい形にリファインされている。加えてバックストラップをモジュラー化して手のサイズに合わせたグリップの変更が可能となっている。使用弾薬は現在のところ 9X19mm パラベラム弾と 40S&W 弾、45ACP 弾の3種。 特にマガジンの相談数が増量しており、グロックに対して劣っていた相談数という点が改善されることになった。357シグダンモデルは販売されていないが、40S&W モデルからコンバージョンできる社外製バレルキットが販売されている。XD シリーズと異なり、バレル帳で表されている。ありがとうございます。